ところによく投げてますよね。智弁和歌山7回の表同点のチャンス、新地の100球目、これもついていきました。一塁側の応援、そのボリュームが上がってきました。智弁和歌山同点のチャンス、長打が出れば逆転。1番キャプテン黒川、強い当たりだがショートから晴れました。三塁ランナーホームイン、同点智弁和歌山1対1。記録黒川の内野安打ということになりました。強い当たり、ショート米崎もよく正面に入って構えたんですがボールが弾みました。来るタイミングを図る、まあ、このバッターはね、それでいいですよね。4番です、前川です。外野はこれほど前には出てきていません。守ります、八戸学院光星。この睨みつけるような表情は今日の第一打席から変わっていません。しのげるか八戸学院光星。途中から背番号1番の山田がマウンドに上がっています。ちょっとサインがなかなか決まりませんでしたが、あ、キャッチャーここでインコース、4番に対して空振り、巨人思い切ってスイングしてきました。いいボールですね。お互いの何か1と1のぶつかり合い、まあ、ここでスライダーあたりに、ね、ボールはないと思うんでね、もうバッターもストレート一本に、ね、あの的を絞ってましたから、それ以上にいいボールが来ましたね。今時刻は3時を過ぎました。ニュースは智弁学園の攻撃が終わり次第お伝えします。打ちました、ショート止まってたんだ、三塁間ボールが転がる、同点のランナー帰ってきて逆転のランナーも帰ってきました。逆転智弁学園一挙7点、ひっくり返しました。ピッチャーの山田君も低めに、ね、制球をしてゴロを打たしてるんですけども、それ以上に前川君の打球が速いですよね。これ打球の速さ、そして最後ポーンと一つ跳ねました。そうですね、イレギュラーしましたけれども、